好きなのは日本人だけじゃないって知ってましたか？スペイン人もお米が大好き。でもお米を鍋で炊くのでお米が焦げついたり柔らかすぎたり、失敗はつきものです。今回はスペイン流の美味しい炊き方をご紹介します。スペイン流で炊くと軽くてパラパラとした食感でピラフにぴったりです。まずはチャンネル登録を。では始めましょう。これが一般的なセットアップ。蓋付きの鍋で炊きます。厚底の鍋の方が熱がまんべんなく伝わります。計量はコップを使います。ヘラやフォークも、塩コショウを加えることも、そしてもちろんお米。どんな種類のお米でしょう？スペインを含め欧米では主に3種類が使われます。まずはインディカ米。インド料理でおなじみです。ピラフなどにぴったり。次がジャバニカ米。本場のパエリアやリゾットに使われます。丸くてジャポニカ米に似ていて、寿司やデザートに使われることも。インディカの玄米も食物繊維や鉄分に加えビタミン B が多いので、最近では健康志向の人たちに人気の品種です。次は加える水の量です。インディカ米にはコップ1杯につきコップ1杯半の水、ジャバニカ米にはコップ1と4分の1、インディカの玄米はコップ1と4分の3の水です。さあそれでは炊飯に取り掛かりましょう。米料理の最初のステップは、日本のお米と同じ米を研ぐところから。ぬかや汚れを落とすために流水を当ててざる洗いをしたり、鍋でそのまま洗ったりします。何度か洗って水の濁りがほぼなくなるまで繰り返します。日本では炊き込みご飯などを作るとき以外は研いだお米に味付けはしませんが、ヨーロッパではこの時点で味付けをしてしまいます。通常は塩コショウです。塩味がしっかりと効いていないご飯は欧米の人の味覚からすると味気ないと思われるのだそう。意外ですね。だから塩が結構多めになることも、塩コショウ以外にもストックを使うこともあります。チキンやビーフ、野菜のストックです。また研いだお米を油で軽く炒めて香ばしさを出すことも。では炊き始めましょう。先ほどの米の種類ごとの分量に合わせてコップで水やストックを加えます。水分を規定量加えたら強火で沸騰させます。沸騰し始めたらヘラで軽くかき混ぜて弱火に設定しましょう。鍋の上に蓋をかぶせて湯気が逃げないようにします。インディカ米も蓋をしないと乾いてしまうので蓋をして弱火で炊き上げます。弱火にしてからの調理時間は米の種類で違います。調理時間は大切なポイント。時間が十分でなければご飯に芯が残り、調理しすぎるとベトベトになることも。インディカ米は約18分、ジャバニカ米は15分ほど、インディカの玄米は約45分かかります。もちろん炊飯中は蓋を取りません。ご飯を柔らかく炊くための蒸気が逃げてしまいます。コトコトと弱火で炊くとお米が優しく踊ります。火力の設定はできるだけ弱めで、軽く蒸気が蓋から逃げるくらいが最適。間違えても途中で蓋を開けてかき混ぜたりしないでください。蒸気の圧が下がってしまうので芯まで火が通りません。そっとしておきましょう。この間に他の調理を進めたり本でも読んで暇つぶしをしてください。お米の種類に合わせて辛抱強く待ちましょう。そろそろいい頃でしょうか。鍋を火から下ろします。
から下ろした直後に。よそうのは間違いです。ここはもう少しの辛抱、もう最終段階です。鍋を耐熱マットなどに置いて適度に熱を保ちます。5分から10分ほど置いて仕上げに蒸します。蒸気が最後の仕上げをしてくれます。これで芯のない甘みのあるご飯が炊き上がります。それでは蓋を取ってみましょう。用意はいいですか？パラパラしすぎずにしっかりと炊けています。上の部分は少し乾いているのでひっくり返して均一に混ぜます。ヘラやしゃもじで切るように混ぜます。さあお皿によそいましょう。ピーナッツやパセリなどを振りかければ立派なサイドディッシュに。スペインの米の鍋炊き方法には日本のお米と共通の部分も結構ありますね。お米が手に入ったらぜひ試してみてください。チャンネル登録をお忘れなく。召し上がれ。それではまた。